解除初日の今日、函館朝市では観光客の姿はまばらでした。北海道解除されてもですね、やっぱり東京が解除しないと観光客が戻ってこないですからね。長く頑張ってるんで、もう本当に今が一番本当にきつい時期です。本当に、まあ、とにもかくにも GoTo が始まらないと朝市の人は死にたいです。新千歳空港では利用客の姿が以前より見られましたが、皆慎重です。仙台です、はい、緊急の仕事なので自粛は続けた方がいいと思います。コロナがある生活で、日常を送っていくって方が大切な気がしますね。一方、集中対策期間の解除に札幌市民は、友達と集められなかった分集まれるようになるのいいんじゃないかなって。だとは思いますね。ソーシャルディスタンス保ったようなやり方してたらそれでいいとは思うんで。まだいろんなところに広まってるので危ないかなと思います。道は当面、道独自の警戒ステージを現在の3から2を目指すとして、飲食の場での黙食の実践などを求めます。無理だと思いますね。複数人で行って黙って食べるとかっていうのは現実的じゃないんじゃないかなと思います。